富士フ,フィルムファインピックス F200EXR 富士フ,フィルムファインピックス F200EXR は2009年2月21日に富士フィルムより発売されたコンパクト型レジタルカメラ富士フ,フィルムが開発した撮像素子、スーパー CCD ハニカム EXR を搭載した最初の製品である人間の目の仕組みに近い新型撮像素子。 スーパー CCD ハニコム EXR を搭載した最初のカメラである。外観デザインは全機種 F100FD で採用されたナローシェイプデザインを踏襲し、洗練されたものとなっている。撮像素子サイズは1、1.6型 CCD、光学ズームは控えめの5倍など、全機種 F100FD と同様に画質、描写性能を優先した設計となっている。なお、 同じ撮像素子、スーパー CCD ハニコム EXR を搭載する、後続の F70EXR、F80EXR、F300EXR、および F550EXR は、いずれも、撮像素子サイズは1、2型と陶器よりも小さくなり、広角ズームは10倍、または15倍となるなど、ファインピックス F シリーズの進化の方向は、多機能優先へと転換している。 同一サイズの撮像素子において通常 CCD の2倍の周光面積があるとされるスーパー CCD ハニカムのカラーフィルターの配列パターンを変更し斜め隣に同色の画素を配置したものである。同色の画素を隣り合わせたことで偽色の問題がクリアされ画素混合による感度アップや画素パターンごとに違う感度を設定することが技術的に容易になった。 EXR 優先モードにおいて、高感度低ノイズ優先、ダイナミックレンジ優先、高解像度優先の3種類の動作モードを選択でき、EXR オートでは、この3種類の動作モードが被写体とその周囲によって自動選択される。撮影時背面、ありがとうございます。